ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。えー、今日はですね、えー、少し、まあ、現実的な話っていうか、えー、瞑想の4番でありますか。まだ秋が深まってきたっていうか、日にちだけは深まりましてね、え秋、ー、分の日っていうな感じなんですが、えー、今日、今年はあ少し暑いもんですから、ちょっと、夜になっても少し暖かいんですけど、まあ、瞑想で、 昨日は晴れ。これはあの、私が色紙をですね、書きま、あの、頼まれた時にですね、えー、書く言葉でもう少し簡単な言葉もあるんですが、えー、特にあの、女性なんかの場合はですね、あまり硬い言葉もなんなんで、私が自分で、あの、人生で考えてきたことなんですが、昨日は晴れ、今日も朝と。まあ、こう、ちょっと語呂が悪いんですけども、昨日は晴れ、今日も朝というふうに書くんですね。 この昨日は晴れっていう部分ですけども、これは私がですね、小さい頃体が弱くてですね、まあなんか、聞くとこによると自分はまあ男の子だったんでそんなこと聞かなかったか聞いても覚えてないんですけど、少し小さく生まれたらしくてですね、未熟児ですかね。それでしかも幼児の時に一回大きな手術をしたりなんかしましてね、体があまり丈夫じゃなかったんですね。えっと、それでもまあ、 なんとか生きてたんですけども、高等学校の時は一番ひどかったですかね。まあ、思春期でもあったせいもあると思いますが、まあ、高等学校1年生の1学期なんてほとんど、まあ、自転車で通えるのは高校だったんですけども、そこまでも行けなかったような感じでした。えー、まあ、長じてサラリーマンになった後もですね、まあ、7月、8月と全休したりっていうようなことがあって、えー、必ずしも、必ずしもっていうかほとんどこう、普通の人と同じような体じゃなかったんですね。 そういうこともありまして、毎日のように昨日は土砂降りだったんですね。あんまり自分の体の注射が良くて、なんか楽しく人生をこの一日遅れたなんてことはなくてですね。まあ本当になんだかもう起きてるだけで辛いとか、夜寝れないとか、昼間下痢するとかなんかもうそういうことばっかりですね。えー、まあ風邪は引きやすいですしね、まあ手術は何回もするしっていうのはな感じでしたから。 まあ、昨日は毎日土砂降りだったんですよ。土砂降りってことは別に天候のこと言ってんじゃなくて、まあ、体の調子が悪かったり,わわり、変なことが起こったり、いつもそんなんだったんですね。で、ずっとそれが40歳ちょっとまで続きまして、やっと42歳ぐらいで、えー、まあお酒も飲めるようになったり、スポーツもできるようになったり、まあ、しましてね。 えー、まああの、自分も普通の人間になったなと思ったのが40過ぎでした。したがってまあそれまで30代なんか特にね、随、え、分、ー、活動もしてましたし、まあ、辛い中での活動だったわけですね。で、えー、その時に私が少しずつ考えてあの、気がついたことはですね、過去を覚えていることはいいことかと。まああの、過去を覚えるってことは僕歴史が好きですからね、まあ、まさに過去のことなんですが、 ま、過去を覚えるってことは、えー、歴史に教訓を得るっていうのはもんでですね、えー、自分の力を伸ばす意味でも判断を正しくする意味でもですね、人の苦労っていうのが分かる意味でも、非常にこう、大切なことではあるんですよね。もう一つ似てるんですけど、過去を思い出すことがいいことか。いや、これはね、ちょっとあの、過去をきちっと理論的に覚えて、その教訓を得るっていうのは僕はいいことだと思うんですね。 だけども、過去自分の過去を思い出すことがいいことかどうか。まあ、いいこと、いいことの多い人はね、人生でも楽しいことが多くていいことが多い人は、もしかしたら過去を思い出すことが、元気が出ることかもしれませんが、過去があまりいい時がない時はですね、過去を思い出すと、やっぱり落ち込んじゃうんですよね。それで、それをそれを毎日毎日僕なんか続けることになるわけですよ。体が悪くて。 あの、昨日はいつも悪いわけですから、思い出したくない昨日ばっかなんですね。そこで、ある時に気がついたんですよ。まあ、これは当たり前のことだけど、ごくごく当たり前ですが、人間には未来しかないっていうことなんですね。過去っていうのは参考にはなるし、えー、それが未来に生きることもあります。しかし、現実に自分の身にこ起こることは未来しかないんです。過去っていうのはもう起こらないんですよね。 ま、自動車交通事故を起こすと、ああ、あの時こういうふうにう運転すればよかったな、つのが心に残って忘れることができないですけども、だけども忘れないといつまでいつまでも、その悪夢のように、えー、車の事故を起こしたことを思い出さなきゃいけない。いや、しかしそれはもう過去のことなんだ。我々には未来しかないんだ。気がついたのはそうですね。まあ、苦しんで苦しんで、人生の全般を生きて35歳ぐらいの時ですかね。 えー、昨日は晴れと。いや、昨日は僕の人生はずっと昨日は土砂降りだったけど。まあ、昨日は晴れだと思えば、実は昨日は来ないから晴れでいいんじゃないのってこういうふうに気がついたわけですよ。まあ、つまんないことですけど、そう気がついたわけですね。それで、えー、昨日は晴れという言葉を思いつきまして、その後ですね、まあ唱えるわけですよ。昨日は晴れだからな。昨日は晴れだからなと。そうすると人間はですね、不思議なことに、 春だからなってこう、唱えてるとですね、だん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 、春のような錯覚、晴れてたような錯覚が <laughs>、あ残りましてね。